豊田康光は高卒ながら高い初期値を有した即戦力として、今作のショートでは最強クラスの選手です。入団時点では、物足りない能力も2年ほどで1軍級の能力に成長し、早い段階で走攻守3拍子揃ったクリーンナップもこなせるほぼ完璧な選手となってくれる。盗塁が B までしか伸びないのがたまに傷だが、環境次第では30盗塁も普通にしてくれるので、そこはお祈りしましょう。チャンネル登録・高評価よろしく。